これ弱い猿です。弱い猿は強い猿の取ろうとしている餌は平気で取るよ。今インターセプトしましたよね。道具も取っちゃう。で、こっちの猿はやや賢くて弱いんだけど、強いやつから取られないようにあっちの方でこうやって道具使う。で、今取り返して、でもバカだからすぐ取られちゃう。でもまた、こう遠くの取ろうとして運んでる途中のやつをこいつが取るんですね。こういうことは、道具なしの環境で起きない。弱い猿が強い猿が もう所有だと明らかに分かっているものに手を伸ばすことはないんだ。ところが道具の場合、道具で相手の猿、強い猿がこうやって餌を取ろうとしているときに、この餌はこの道具を動かしている猿からしたらもう俺のもんだから取られる理由がないはずなんだけど、こっちのやつから見たらなんか目の前は餌が動いているだけだから 取って何が悪いということで、ここで社会的な抑制全く生じないということは分かります。で、これを、さっきの図に合わせてみると、この場合は、まあ、上下の猿どちらもきちんとした社会行動をする。特に弱い方の猿はそのコンフリクトのあるエリアから餌を取られる。ところが、この場合、上位の猿が道具を持っている場合、その場合は、このグリーンの領域ですね。赤いところは、下位の猿からしたら、あ、ここはダメなんだ、ここの餌を取っちゃダメなんだっていうのは分かるわけですけど、ここのグリーンのエリア、グリーンのエリアは強い猿から見たら自分のスペースなんだけど、弱い猿からしたら自分のスペース、ここの餌は平気で取っちゃう。でそれで強い猿は怒る。今度逆